まして、で、アメロ、で、まあ、北米って言ったらこのナフタの国ですね。で、そうなると、まあ、この、貿易、その協定と通貨っていうのは、実はリンクさせて考えてるんじゃないかと。つまり、ナフタでまず、そのカナダとメキシコの首根っこを押さえて、抵抗できなくしてからアメロっていうこの通貨を作る。それと同じことをもしかしたら日本に対してもその TPP でまず投資金融で日本の経済また弁護士も入れて司法界法曹界も抑えてもう完全に手足を縛って抵抗できない状態にしてなんかこのアメリカにとって一方的に都合のいい通貨を押し付けてくるんじゃないかと非常に心配してまして、もしそうなったらもう何ていうか通貨って言ったら経済の血液のようなものですから、そこを握られてしまったらもう完全に何て言いますかアメリカの家畜みたいにもう生き血を吸うような状態になってしまうんじゃないかと、そういう言ってみれば地ならしなんじゃないかっていうふうに考えてるんですけども、これは考えすぎでしょうか、ちょっと先生のお考えを。ですね、まずアメリカがその他の国の通貨を巻き込むつもりがあるのかどうかっていうのはアルゼンチンの問題を考えるといいのかもしれないですね。アルゼンチンは国会決議かなんかでですね、通貨をドルにしようっていうのをやったんですね。ところがアメリカが拒否しましたね。なぜかというと、そうしますと、アルゼンチンの当時は非常に経済状況が悪かったんで、経済状況の悪いところ引っ張られてしまいたくないわけですね。だから必ずしもその通貨で支配するっていうことではなくて、それから新しい通貨を作って何かしようということではなくて、今のドルの強さっていうのをなるだけ維持したいっていうことになるんじゃないかと思うんですね。例えば世界共通通貨のプランっていうのは、ケインズが1946年頃にですね、バンコールっていうのを考えて、それでドルでもない、それからポンドでもない通貨を作って、やろうじゃないかってことを提案したんですが、その時に、非常に、いろんな意味で有名なアメリカ財務省のデクスター・ホワイトっていうのは、こいつはソ連のスパイと接触してた男ですが、この男が、この時はアメリカの利益にかなうことを言ってましてですね、嫌だと。バンコールなんか嫌で、それポンドも嫌だと。ドルで IMF を作ろうというふうに言って IMF を作ったと。そういう経緯を見ればですね、必ずしもなんか新しい通貨を作ろうという動きにはいかないんじゃないか。むしろ逆に理想主義的な人たちがですね、今、新しいバンコールを考えてまして、ノーベル経済賞、経済学賞をもらったスティグリッツっていう人が、いますけど、彼がやっぱりバンコールの復活だって言って、そうするとそのドルの傲慢さを少しは、損ことができるんじゃないか。逆にドルの強さを取ってしまおうというふうなことをですね、アメリカ人なのに言ってる。そういう現象がありますね。それでもう一つ、一番最初におっしゃってたドルっていうのはどのぐらいの長い間これから支配的な、通貨として通用していくのか。これは、ポンドがどういうふうにして没落していったかということを見れば、ある程度推測つくって言いますか、想像することができると思うんですね。実は1900年、世紀の20、19世紀から20世紀へ、20世紀へ変わり目の時にはすでにですね、世界で、最も経済的な力を持ったのはもうすでにアメリカだったんですね。だけど、その時の時点で、もうイギリスは劣勢だったんですが、すぐにドルには移らなかった。で、その後、最終的にですね、ポンドがダメになるのは1953年頃だと言われていますね。で、長く取る人は1964年頃まで取る人いますけど、だいたい53年頃にダメになってだろうという、もう、その間どうなってたかというと、サブ基軸通貨ですね。第二基軸通貨として、だん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 、それでもダラ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 と使われていた。で、1900年から、例えば、大戦間の1918年から1945年までの間ですね、この間っていうのは結構、ポンドっていうのを持ち直してるんですね。なぜそういうことが起こるかって言いますとですね、一旦通貨っていうものを
使い慣れてしまうと、基軸通貨というものを使い慣れてしまうとなかなか他のものに移りにくい。例えばアメリカの経済がもっと今よりダメになってですね、それで、例えば、悔しいですけど原価なんかが出てきてですね、こっちの方の力が強くなっている。それでもすぐには移らない。やっぱり50年くらいはまだ続くんじゃないかと、ポンドの経験で言えばね。だけど時代というのは少し早くなってますんで、20年くらいなのかもしれません。ただ、やはり、本体の経済がかなり悪くなってからでも、一旦基軸通貨になった通貨というのは生き延びるっていうことをやっぱり考えておかないとダメだろうと。その間、そのアメリカがどういう手を打つかっていうのは、イギリスがどういう手を打ったかっていうのをいろいろ見ればわかるわけでありましてね。イギリスは非常に、例えば大戦間にどんなことをやったかというと、スターリンブロックというのを作りましたね。ポンド圏というのを作ったわけです。で、ポンド圏というのを作って、そういうものを作られたんで、他の人たちも、他の地域もですね、自分たちの経済ブロックを作らざるを得なくなる。いろんな手口があると思いますが、それでも他の、経済地域がですね、でかくなれば、ドルに、取って代わる、あるいは拮抗するものが、いずれ出てくるであろうというのは、もう歴史的な経緯を見ればわかる。それがどこかということがまだわからない。だけど残念ながらユーロはダメだろうし、今のところ円はちっともダメだと。そうすると元なんじゃないかというふうに言われるんですが、今の元がですね、どのくらい国際貿易で取引に使われているかというと、まだまだ小さい。それご存知ですね。だからそういうことを見ながら推測してみると、あと数十年ぐらいは続くんじゃないか。だけど、さっき言ったように、いろんな手口は使う。ね、日本だけを巻き込むということは、あり得るかもしれないけど、日本を巻き込んで何か得があるかということですね。アルゼンチンを巻き込んでもあんまり得がないと思ったから、アルゼンチンは捨てられたわけですね。日本をそのドル圏にしてしまって、アメリカにとって何か得なことがあれば何か仕掛けてくるかもしれない。でも得でしょうか？これちょっとわかりませんね、僕には。多分やらないと思います。なぜかというと、日本がうまくいったときはいいかもしれないけど、うまくいかないときには、アメリカの本体にとって損になるからですね。大体こんな感じじゃないか。こういうドルがどうなるかっていう本はいっぱい出てくるんですけどね、なかなか、しっかりした議論で書いてるものっていうのは、ね、少ないもんですから、いろんな情報に惑わされてしまう。だけどその時はやはり歴史を勉強になる話ありがとうございました。政府もマスコミも財界もみんな TTP に賛成しているっていう、状況で、先生のお話、先週は、中野さんのお話聞いてですね、もう絶対こう TTP は我々総合にとってもですね、反対していかなきゃならないと思うようになりました。それで、先生のような方がいろいろ情報を発信して、少しずつ、TPP 反対になっている人も増えていると思いますけども、我々が何かして、行動に移して反対、を表明するというようなことができるとしたらば、どんなことなんでしょうかね。今政府がそろそろ菅、首相がですね、解散をするような雰囲気になっている状況の中で、その政治スケジュールとして TPP を進める政府との進め方と、その政権が崩壊する、それを睨んでどんなことができるか、もしお考えがあったら教えてください。はい、これはすごい難しい問題なんですが、とにかく今度の統一地方選でですね、やっぱりそれがトピックの一つになってほしいということですね。で、選挙戦の時に、その地方でですね、TPP なんかとっても俺たちは参加する気なんかないんだっていう火の手が、小さくてもいっぱい上がればですね、かなり論調が変わるんじゃないか。で、さっき言ったその、我々のインターネットのネットワークみたいなところにもですね、いろんな出版社へ呼びかけたりして、まず、なんか一冊本出たようですが、農業関係の人たちは、TPP 反対の
大義という本が出て、あれはよく読まれたようですけど、今月ご存知でしょうけど、中野武さんの本が17日か18日に出ますね。それから月末に、三橋中野東谷の語り下ろしというのが一冊出ます。それから来月の4月になりますと、多分説教家君のやつが一冊出て、で、5月になりますと、私と三橋君単独のやつが2冊出ます。こうやって、とにかくね、話題にしていくということを我々もやってますんで、皆さん先ほど挨拶いただきましたけれど、今度の統一戦でですね、なんとか、トピックの一つなんだというところへ持っていければなというふうに思っています。それで、TPP に賛成しているから、この人は落選したんだというような話がですね、出てくるようになればかなり違ってくるんじゃないか。自民党はですね、関岡君が呼ばれて行きましてですね、それで、ちゃんと説明したらしいんですがね、石原伸晃さんが聞きながらだんだん顔が変わってってですね、うわぁ、ますますわかんなくなったって言って、で、それで、統一戦の前にはですね、決定できないと。で、なんて言ったかというとね、情報が少なすぎるっていうんですね。これはね、やっぱり逃げだと思いますね。同じことをやはり海枝万里さんも言ってるわけですね。TPP に関しては情報が少なすぎる。自分たちが集めないか、それともですね、本当は分かっているのに情報が少ないということにしてるだけなんですね。いくらでも我々がやってるようにですね、アメリカの本位っていうのは分かるんですもの。で、いくらでもそういうものをシミュレーションする、スタッフっていうのを抱えてるくせにですね、やっていない。それから政府も、あえて申しますけど、日本のですね、お米が 40% の自給率がですね、お米がバカバカ入ってきて、自給率が 14% になりますなんていうわけのわからないですね、ほとんど起きようもないようなシミュレーションを農水省が、発表してるっていうのは逆にですね、賛成派のいいターゲットになってしまってるわけですね。ああいう、シミュレーション、例えば、入ってくるお米の値段って何から取ってるかっていうと、中国で出てるお米のね、値段を想定してるとかって、TPP には中国が入ってないし、それから想定している価格っていうのも、恣意的に安くして計算したりしてるわけですね。こういうことをすると、必ず TPP 賛成派だってバカじゃないんだから、そういうところをついてきますよね。だからそういうことをやってるよりも、もっとアメリカが一体何を望んでこんなことをやろうとしてるのかっていうところをですね、ついてって、反対しなくちゃいけないと我々は思っているわけなんですが、やはり情報っていうのは結構我々はあると思ってますし、それから、個人でもインターネットの時代になりますとね、拾えますよ。かなり。それからいろんな人がどういうことを言ってたのかっていうのを、集めようと思えば集めることができます。それから今度の選挙でしょ。そしたら、どこが情報不足なのか、もう自民党も民主党もひょっとおかしいんじゃないかと私は思いますね。自分たちが、問題を、回避したいだけなんですね。後ろの方にアメリカがいるとですね、臆してしまって、それを真剣に見る気力がなくなっているというだけなのじゃないか。政治家が気力なくなったらそれこそおしまいですね。なんかそんな気持ちになって、お前らもっとしっかりしてくれよ、どっちでもいいからって。本当に、もう真剣にですね、その情報不足だなんて逃げないで、真摯に取り組んでいただきたい。それのきっかけを作るのは今度の、地方統一選だと思います。すいません、どうも。さあ、本日はお忙しい中、東谷先生にお越しいただきました。東谷先生に盛大な拍手を送りください。ありがとうございました。